原放送局の萩原咲子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。普段はですね、テレビやラジオで、来年の1月から放送されます大河ドラマ真田ハルのさまざまな情報を発信しています。いや本当に今日も見渡す限り会場の隅々までたくさんの方が入っていらっしゃって、皆さん狭くないですか？大丈夫ですか？本当にね、文字通りのもう大盛況という形なんですけれども、今日の本当にこの会場の熱気というのはね、お天気のこの暑さだけではないかなというふうに感じております。さらに今日このイベントを盛り上げていきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて今年の行列は真田十万石祭り第60回真田信行生誕450年を記念し、また来年の大河ドラマ真田丸にちなみ、幼年期、青年期、壮年期、それぞれの信行公、信繁公を行列に見立てました。これまでにない仕事となっています。そして幼年期の信行源三郎役には14代ご当主の長男幸友様のご出演で花を添えていただきます。皆様どうぞ温かい声援をお送りください。そしてですね、先ほど松代真田勝どき太鼓の皆さんと可愛く登場した手作りの甲冑隊、あちらはですね、松代出身のアーティスト通田智也さんのご指導によって子どもたちが自分でお絵描きをした甲冑だったということなんですね。いや本当に勇ましい中にもああいった可愛らしさがあると本当にね、会場がまたこれ一段と盛り上がるかなと思います。さあ今回は素敵なゲストが応援に駆けつけてくださいました。来年1月から放送される大河ドラマ真田丸で真田信行公を演じる大泉洋さん、そして小松姫を演じる吉田洋さんです。お二人を先導していただきますのは、今回の行列で青年期信行役の飯島昭一さん、壮年期小松姫役の坂田萌香さんです。それではご登場いただきましょう。まず門をくぐって出てきましたのは松代甲冑隊の皆様ですね。みんなええって言うよね。内情の方が炸裂してますけど、はい、あなたしっかり、あ、違います。もうすでになんだか夫婦の愛が感じられるかなと、そんな風に感じるんですけれども、いきなりハプニングが起きましたね。大変失礼いたしました。マイクが入らない。さすが大泉さん持ってますね。そうですか。皆様お二人の声がちゃんと届いてますか？届いてますか？聞こえますか？あ、すごい、たくさん本当にありがとうございます。びっくり。うわ、すごいですね。また長野県内の方みんなここにいらっしゃるんじゃないかという。皆さん長野の方ですか？長野の方、この時の一番遠くてどの辺なんだろう。どの辺からいらっしゃってるんでしょう、ね、そんな話をしてたらキリがないですよ。ものすごい数来てますからね。すいません。いや、改めてここ信州真っ白にいらっしゃっていかがでしょうか？いや、本当にとてもなんか穏やかな、すごく優しいなんか街の雰囲気を感じると言いましょうか、
ただここに来てこれだけのね人が集まっていて、先ほど車で通るときわーとか囲まれたものですから若干の危険を感じました。このまま車から出られないんじゃないかと思います。熱気を感じております。街の甲冑隊の皆様の応援がありますので大丈夫かと思います。あ、誰の甲冑ね、頼もしいですね。皆さんの、はい、大筒も見えてますので、うん、舞台に上にいらっしゃる間はものすごい狭いじゃないですか。あっという間です。昔でもあれなんでしょうね、なんか城を攻めた時とかこんな感じなんでしょうね。そうですね、国道和勢がとかっていう時こんな感じだったんでしょうね。今日はでも少なくともお二方の皆さん味方だと思いますので、そうですか、はい、大丈夫だと思います。お前みたいな信行をやるなみたいなことじゃないでしょうね。大丈夫、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 あんなの2チャンネルなんか信じちゃダメだよ。大丈夫、さすがはあの小松姫の内助の子といいますか、すでにそういうご関係ができているわけですね。全部先ほどから助けていただいてばっかり。いや、ここでですね、お二方に今日は歓迎のメッセージがありますのでご紹介をさせていただきます。はい、出陣行列で青年期正姫役の林沙耶香さん、そして舞姫役の小山伊代香さんからお送りいただきます。ではお二方お願いいたします。本当に可愛らしい衣装であちらから走ってちょうどお尻に。なんてことでしょう。こんにちは。こんにちは。それではまずは林沙耶香さんからですかね。はい、大泉さんに花束と長野のフルーツを、そして小山伊代香さんには吉田さんに花束と長野のフルーツをお送りいたします。ではお願いいたします。娘が言うもんだから本物じゃないの。大丈夫、できる。大役をね、こうして使ったんだよね。どっちがどっちかな。はい、私は使いたので。はい、お花束を使うのはいらない。お二人ともで緊張されているようですけど、ではお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。林さん、それから小山さんでした。いや、ちょっとお二人ともね、なんだかの緊張の面持ちで、あ、ごめんなさい、まだありますね。続いては長野のフルーツですね。シャインマスカット。シャインマスカット嬉しい。お二人からですね、今、吉田さん、それから大泉さんに手渡されたのが、シャインマスカットや長野パーク、それからリンゴといった長野のフルーツの盛り合わせ。あら、ありがとうございます。あ、お手紙だ、お手紙。あ、お手紙の広場であるんですか。ところから、どうぞ。お願いします。音読する？読むの？読みたい。読んでくれんの？読むわけじゃないの？読む。もう読むとなったら結婚式みたいな感じになってる。そうしますと、じゃあどんなことを書かれているのか一言だけちょっと聞いてみたいですかね。ごめんなさい、もう一つ。どんなことを書いてくれたんですか。今日は、に来てくださってありがとうございます。読んでくれてますよ。失礼いたします。まさか音読していただけると思わなかった。緊張した。緊張しました。とても可愛い衣装です。どうも、まずは拍手をお願いいたします。それではせっかくなので吉田さんにもね、ちょっとメッセージを、どんなこと書いたのかな。今ちょっとですね、花柄の封筒をシールで留めてあるところ、ちょっとこう小さい可愛い指で開けましたよ。では音読ですね。真田丸の小松姫君、頑張ってください。応援しています。毎日ね、今日の夜が可愛いイラスト好きです。どうぞありがとうございました。皆様拍手をお願いいたします。可愛い目が見えたよ。すごい良かったです。
もう一度ですね、小山いろはさん、それから林さやかさんに大きな拍手を皆様お願いいたします。ではご登壇ください。ありがとうございました。ありがとうございます。かわいいねえ、本当に来てるんですよね。そうですね。着られないとね、お着物が。すみません。持ってきたの。後で返してください。いやー、本当に華やかな幕開けとなりましたけれども、はい、すみません、お二方にはちょっと立ったまま、花束を持ったままでお話を伺いますね。失礼いたします。これは何ですか？これですね、後ほど出陣行列を見るときにちょっとこちらにお座りいただくという運びになっておりますので、そうなんです。この後もう一つですね、お二方で大事なお役目を果たしていただきますので、なんか私が号令かけていいんですよね。そうなんです。あんまりちょっとネタバラシをしないでおいていただきたいと思います。大人さん、あーじゃねえんだ、何に向かって何だその人。またなんかちょっと出現を、すみません、殿にここでではですね、ちょっとご質問をよろしいでしょうか。本当にね、今日は敵ではないと思うんです、皆さん味方だと思うんですけれども、いかがでしょうか、雪村、その兄を演じるということは。はいはい、いやもう本当に信之さんという方は、私が今まで演じてきてた役とはだいぶこう違うイメージがございまして、もう本当に中野のためにですね、中野のみんなでこうこの国を守っていこうと本当なさった武将でいらっしゃいましたので、今までだいぶ私ついこの間までですね、ずいぶん長い間家族のもとを失踪する父親を演じていた次第でございますけども、今回ばかりはですね、本当に家族を大切にしてですね、愛にあふれた役を責任を持って演じさせていただいたと、身の引き締まる思いで今回田中信之さんという役を引けさせていただきました。頑張りたいと思っております。はい、身が引き締まるということで、その引き締めてらっしゃるのが吉田羊さん演じる小松姫かなというふうに感じるんですけれども、はい、小松姫にはどんなイメージをお持ちでしょうか。そうですね、その気丈さと賢さで旦那様を支え、国を守り、青蘭の世を生き抜いた強き女性というイメージですね。これから撮影が始まるということ。そうです、私はまだ入ってないんですよ、はい、年末かおそらく年明けまで。もう間もなくということですよね、はいはい、ありがとうございます。大河ドラマ真田丸は来年1月10日日曜日からの放送です。どうぞご期待ください。ではここで松代町からのお知らせです。こちらの松代町では大河ドラマに合わせて大観戦国の絆信州松代真田大博覧会2016を開催する予定です。真田宝物館、真田邸、文具学校、そして松代城をそれぞれパビリオン、大金館に見立てた真田家の博覧会だということなんですね。で、真田邸ではドラマに関連した展示があるということなんです。で、お二人が実際にドラマの中で着用した衣装と展示されるということなんですか。実際我々が来たものもですか。あ、そうなんですね。そうなんです。衣装合わせが終えてないので、あ、これからですね。何を着るかわからないので、はあ、一緒に楽しみです。そう、衣装、私はもう随分と撮影して随分と衣装も汚れましたよ。思いのほか今回コテが多くてですね、はい、鎧着て私がわーっとこう手をしたりですね、ちょっと結構ドロンコになったりとかって、それも飾ってしまうのでしょうか。そうですね、実際そのドロンコ自体もですね、皆さんに本当に手の触れられるぐらいの近さで多分ご覧いただける機会になると、はい、思います。あんまり汚れないように頑張ります。そうですね、この後一度クリーニングに出してからもしかしたら展示というのもいいかもしれない。それはどうぞお好きにやっていただいて、私がクリーニング出すわけじゃないと思う。どこ出していいかもわからないし、ドライになるんでしょうか。そうですね、絹製品が多いと思いますから、おそらくドライクリーム、はい、ドラマ部の方にしっかりとその辺はお願いをしておきますね。それをやっていただければと思います、はい、はい、ありがとうございます。さて、いよいよ第60回松代藩真田十万石祭り真田信之生誕450年を記念した行列の出陣が近づいてまいりました。あちらの方に見えております、この後大筒もね使うということなんですけれども、大筒でございますか、はい、ではこの行列
の始まりをですね、吉田羊さんの合図、はい、そして大泉さんの号令で報告が始まって私が号令を、これは発明でございます。私が号令をかけてよろしくございます。あ、そうですか、わかりました。出ます。はい、ボールを置いてからぐらい。はい、今、昨日からもらってますから、ちょっと今。私、データバレーション怒られたんじゃないですか。覚えてます、終わり次第で。今、もう撤収準備を始めます。そうです。私はバカじゃないんですよ。はい、わかりました。ビシッとやります。まずは、撤収で。失礼します。はい。いいですか。はい、お願いします。もうやっていいの、もうやっていいの。はい、わかりました。どうぞ。いざ出陣でございます。一生懸命やっているお祭りでして、もう今年は特にやっぱりお二方がいらっしゃるということで、大変なこの盛り上がり、人気となっています。本当に事務所のホームページに実況してますから、今。すごい人来てるんですよ。盛り上がってます。ちょっとそれに対して反応はございましたでしょうか。そんな反応があるようなホームページじゃないんですよ。ただ書き続けるだけです。ただそれじゃないんですね。失礼の上乗りをして大変失礼いたしました。ちょっと始まらないんですけど、いやですね、ちょっと応接をまずはしまうという、今多分そういう作業になっているのかと思うんですけれども、若干私が恥じかいてるんですけど、そんなことないですよね。はい、ということです。これから始まる。はい、みんなちゃんと殿の勇姿を今姿を、ものですからね、携帯だったりいろんなものにはつけていると思われますのでね。ありがとうございます。さあ、ということで準備は整いましたでしょうか。それでは行列に先立ちまして登場いたしますのは、手作り甲冑隊でご参加の松代甲冑隊の皆様ですね。はい、甲冑って手作りできるんですか。なんですね。マイ甲冑だそうです。マイ甲冑、マイ甲冑。こちらの皆様はですね、発足以来8期目の生徒の皆さんが制作甲冑に取り組んでいて、実際に着用できる等身大の統制具足と言われる戦国甲冑、これを厚紙と紐を使って、同じ実際紙と紐で、そうなんです。それでも本物と同じ工程で作っているということなんですね。我々の撮影もそれでやらせてもらったらすごい楽なんですけどね。軽いですね。ただちょっと鉄砲で撃たれた際には、そうですね、そういう危険もあるかもしれない。撮影が本当に鉄砲で撃たれるわけじゃないですよ。軽ければいいんですよ、それで。めちゃくちゃ重たいんですよ、NHK の甲冑。で、皆様はですね、この甲冑の制作を通して京都の文化、それから歴史の理解を深めるとともに、この真田十万石祭りをはじめ地元松代の地域振興のために活動していらっしゃるということなんですね。ちょっとじゃあ一旦ここでようやくなんですけれども、お座りに座れる、ね、はい、よろしいですか。おかけください、どうぞ。座ります。なるほど、あ、なるほど、なるほど、苦しくない。お金も一旦手放していただきまして、返してね、はい、ちゃんとフルーツとともに後ほどお届けいたしますので、ご安心くださいませ。どうぞおかけください。座っていいですか。これだから熱くなるって言ったじゃないですか。
雨男ですよね。そうなんですよ。だから今日ね、どっちが晴れるかなって言ってたの。私晴れ女なんですよ。ヨンさん、雨男ないでしょ。だからね、信之さんとね、小松姫の関係をちょっと表してるみたいな。ないと思う。そうそうそう、晴れ女がちょっと。でもね、もうちょっと僕は雨にしてやりますから。なんで皆さんはこの濡れで返さないでください。簡単にできる。いいでしょ。はい、全然出てきませんよ。しかもあの司会者不在の上を2人で舞台をつないでいただきまして、 ありがとうございます。あ、そうなんだ。そろそろですね、準備が整ったようなんですね。あ、そうです。はい、では本番に参りたいと思います、はい、よろしいでございますか。ここまでの夢がさっきの私と払っていたのは何だったんだっていう。むしろこのタイミングがいいですよね。前まで払ってだったのかな。では参りますね。まずは、行列の陣立てをご紹介いただきます。では登場ください。最初からやっぱりあなたの挨拶だ。開門。大根だろ、どう考えてもこのセリフ。なんだよ、あれやりたかったな。大丈夫です、殿にはですね、この後もちゃんと花のある場面をご用意いたしますので。待て、まずですね、行列記第6号線記陣金陣太鼓に続き登場いたしますのは先払い隊の皆様です。はい、枕町松葉会の皆さんです。隊長は室賀裕司さん、陣兵の皆さんです。来たこれが手作りってことですか。こちらはですね、手作りなのはもちろん甲冑隊の皆様ですね。はい、さあ続きましては真田祭りやりふり保存会によるやりふり隊です。やりふり隊、もうしばらくしますと出ていただきますね。おーい、かわいい、ね、小さなお子さんも一緒に見事な甲冑姿ですけれども、かわいい、甲冑かわいい。ちょっと娘に欲しいな。あれ、あのサイズ欲しいな。いや、いかがですか、吉田さんもご覧になって。いや、なんか壮観ですね。これは、あの、町の皆さんがわーっと出られるんですか、これから。そうですね、あとは一般公募でご参加の方もいらっしゃいます。この後、皆さんどこに行くんですか。これで町の中をですね、皆さん練り歩くというスケジュールになっています。そうですね、しばらく、はい、せっかくの、甲冑ですからね。これいいわ、返す返すの。これ晴れてよかったね、これ。いやー、本当にね、朝方まではね、ちょっと雨が降っていましたので、やっぱりお二方がね、いらっしゃってから晴れたみたいですよ。私が来て晴れるってないですよ、そうそう。大体雨ですよね。大体雨、大体。そうなんですね。私大体晴れるんです。あ、じゃあ今回は吉田洋さんの方がもしかしたら大体ね、雨が降ったら俺のせい、晴れたらこの人のせいみたいなね。雨男ってのは大体そうなんですね。でもね、そこはご夫婦のね、こう力ですから、お二人が、そうです、一緒に合わせることが大事。もう終わったんですか、甲冑行列ってこと。はい、今回ですね、次にですね、もう実は見えてきてるんですが、こちらがですね、真田祭りやりふり保存会によるやりふり会の皆様です。やりふり、頭は水野陽介さん、他20名、そして日頃の大熊げやりは重さがおよそ30キロ余り、やりふることによって幅もね、およそ2メートルまで開くということなんです。おら、酒かなんか鳴らしちゃって。おら、まだ来ますね。お、今度お侍さんが来る。おら、今度お侍さん。これね、あれなんだよ、すげえ長い。おら、ない。どうやられてるんですか。あれ、あれ。先払い、先払い、なんかお茶払わなきゃいけないでしょ。
酒払い会の皆さんだということですね。マクロ町松葉会の皆さん、会長室賀裕二さん、他10名の皆様だということですね。で、室賀さんというのは、室賀さんの室賀さんの、ね、あの、シロバの方ですか。そして今ご発声とともに歩き始めたのがサラダ祭りやりくり保存会によるやりくり隊の皆さんのですね。こちらにいらっしゃいますのが水野陽介さん、その他20名の方々、そして日本は大熊げあり、重さがおよそ30キロ、槍を振ることによって幅が2メートルまで開くということなんです。こちらもご注目ください。下に っ, つってますね。ということなんですね。あ、これが槍、これが槍、これが槍、これが大熊揚げ槍になるということなんですね。怖そうな顔した人たちがいますよ、これ。クマ取りみたいな。また掘らないですね。これが槍振り。3回、はい、あれです。ここでは放たないみたいですね。余計なシーンだね。おっしゃ、これはやり、これはやり、なかなか進まない。これはかかりますよ。この調子に行くんだ、進むと。これはちょっとかかりますよ。イーストさん、食べるためにレッドサイドですよね。いやー、毎年やってらっしゃる。うん、あー、真っ黒に焼けてらっしゃる。大泉さんと吉田さん、こういったあの行列というのはご覧になったことはありますか、これまで。初めてです。いやー、なかなかこう雰囲気がありますよね。いいです。これなんかちょっと、このまんまだったら大変だもん。そうですよ、3日ぐらいかかった。人出るのにかかっちゃう。さあ、続きましては星で登場いたします。真田昌幸の正室山の手殿とその3人の子供たち、源三郎、弁丸、奥国です。山の手殿の子供、そうです、高橋さんがいらっしゃってるんですね。ゆかりの子は私ですか。そうです、はい、それ の, あの小さい頃ということですね。で、山手殿は京の公家の娘で、武田信玄の勧めで正幸の正室となりました。信行、雪村の聖母に当たる人物ですね。おレソリおあーなー信行、源三郎が信行、だから、あの、青い着物の健康関係だろう。私、私信行と雪村の聖母にあたる、山の手殿を演じますのは一般公募でご参加、株式会社第一放送企画の
宮下美智子様です。大役です。持ってらっしゃるのか。そうですね。で、正義と山の手殿の長男として生まれた信行は幼名源三郎と名乗っておりました。幼年期は父正行が武田家に侵入していたため武田家の人質として過ごしています。源三郎役には真田家十四代ご当主の長男幸友様が第60回にちなんでのお越しだということです。あ、そうなの。はい、今年が初めてのご参加だということなんですね。はい、次男幸村こと信繁は永禄10年に生まれました。幼名は伝丸。父正行が真田家家督を継いだために父と共に甲府から岩手城に移り住んだと言われています。演じますのは一般公募でご参加の里見俊君です。こうやってこう、ま、毎年やってらっしゃるんですね。あ、それからですね、里見俊君とご兄弟の里見真帆さん、こちらは、お国を演じるということですね。さあ続きましては見えてきましたのが真田阿波守正幸。あ、これお父さん、はい、そうですね、父上の登場ですね。正幸は真田幸隆の三男で、長篠の戦いにおいて長男信綱、次男正輝が戦死したため真田家の家督を継ぐことになりました。真田家の存続をかけて戦乱の世を生き抜いた武将でした。騎乗いたしますのは家中社団歌チーン都市交流でのご参加、中野市フレンズ会長大塚和夫様です。この隊は家中社の歌を通じ松代と都市交流を続けている島根県浜田市、新潟県糸魚川市、長野県中野市の皆様に毎年ご参加いただいています。続いてのご登場は正幸の主武田信玄春信と弟天久信繁です。武田信玄は甲斐の国の戦国大名で、その勢力は近隣諸国に及びました。率いた騎馬軍団は戦国最強とも言われており、威力がありますね。上杉謙信との5度にわたる川中島の戦いはあまりにも有名です。騎乗いたしますのは善光寺法務局次長、次長音楽院住職の小林純玄様です。そして弟武田信繁は有望な武将として知られており、兄信玄の名代として軍団の指揮権を発動し、先週を統制して出陣できる立場にあったようです。第4次川中島の戦いで壮絶な最後を遂げますが、敵信玄でさえもその死を惜しんだと言われています。真田昌幸は次男にその名をいただき、信繁と名付けました。騎乗いたしますのは長野県信用組合松代支店支店長原沢敦様、従う友侍は松代町金融団の皆様です。金融の方たちなんですね。そうなんです。この町の金融団の皆様ですね。大事なお仕事。忍者来た、忍者忍者来た、忍者見えちゃってるよ、大丈夫。はい、続きましては忍者丸見えですよ。忍んでないですね。え、リアカ聞いただけ。なんでなんで。続いてはお馬、はい、さん あのお粗相をですね、掃除する忍者隊でございますので、頑張って掃除しております。ボロ。さあ続いてはですね、青年期一族の登場です。この時期信行の信行信繁兄弟は波乱の人生を送ります。兄信行は武田家の後ろ盾をなくした真田家の存亡をかけて父正幸と共に戦に明け暮れます。北条氏からの手こまる城奪還、徳川氏との第一次上田合戦で名を挙げます。家康はこの信行の才能を高く評価し、家臣の本田忠勝の娘稲垣を、あれ信行さんですね、はい、自分の養女として嫁がせました。北条氏生涯の小田原合戦で勲功を立てた信行は沼田城主となりました。演じますのは一般公募でご参加、有限会社飯島商店飯島昭一様です。少しにはちゃんと車輪がついてる。そして今真ん中を歩いているのが信行の正室小松姫こと稲垣姫ですね。小松姫、はい、あ、歩いてるの小松姫。そうですね、今腰の前に行かれた方が小松姫ということなんですね。腰の前歩いてるの小松姫。そうなんです。ちょっといやいや、あの腰は何なんですか。出てしまいましたね。あれ小松姫だったんだ。
ちょっと徳川四天王の一人ということでね、本田忠勝の長女でありますから西条の誉れ高く本田強い女性ということなんですね。演じられたのは大阪府からご参加中島智子さん、一般公募の方ですね。大阪からも参加なさるんですか。はい、長野県民だけではございません。そうなんですね。そのだけは愛されてますね。愛されてますね。愛されてますな。さあここまでですね、一旦吉田さんと大泉さんはお時間ということになります。どうですか、はい、改めてこの行列、それからこのイベントにご参加されていかがでしょうか。はい、伺いたいですが、このお祭り非常に面白いですね。ずっと見てられますね。なんかこっちの後出てくるの、うん、本当にどん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 いろんなね、こういでたちでいろんな役柄の人物が登場しますよね。これあの来年からこうわっと出てきてこう踊り始めたらよりいいんじゃないですかね。北海道であのよさこいソーラー祭りがあるんですけど、それになんか近いものを感じるな。そうすると音楽もかけた方がいい。音楽かかってるじゃないですか。もう踊りやすいような音楽ということですかね。来年から踊ってみてはいかがでしょうか。はい、あの会の方に提案をさせていただきたいと思います。まだ今私もパパを見るので見てみてください。とんでもございません。何言ってんだお前みたいな。そんなことは殺さないですよ私は。はい、どうも大変失礼いたしました。うん、では、姫の吉田さんにも伺いたいんですが、いかがでしょう。いやもう本当に街を挙げてそのだけを愛していらっしゃるんだなという思いが伝わりましたし、でもその真田家が守ったこの松代でその思いを皆さんが引き継いでいこうという意思を感じましたので、やっぱ来年の大河ドラマの大きな後押しをいただいたような気分ですね。もう本当に心込めて愛情を持って野見幸子と小松姫を演じていきたいなと思っております。吉田さん素敵なコメントをどうもありがとうございます。はい、今俺のコメントの時誰も発信してる。最後にではそうですよ、あの俺の踊ればいいんじゃないか発信してる。最後締めるのは殿ですから、ね、そうです。殿では最後に一言大女の方を受けてお願いいたします。殿を立ちますか。ありがとうございます。ありがとう。本当に皆さん、本日は私のスピーチのためにこんだけ多くの方にお集まりいただきましてありがとうございます。この歴史あります、もう60回ね、はい、そうなんです。この歴史あります真田七万石祭りに参加できまして大変嬉しく思っております。本当に責任のある役を1年間来年は演じさせていただきます。すごく楽しみで、撮影も始まっておりまして、大河ドラマ真田丸でございますけど、本当にみんなにご挨拶が書かれている脚本が大変面白くてですね、すごくこう愛にあふれたお話ではありますけども、三谷さんらしいコミカルなところもたくさんございまして、また今までとは違う真田信彦のキャラクターが出せるのではないかなというふうに思っている。まだ台本上は小松姫が出てきてないんですよね。はい、まだ出てない。来年、今年年末か来年ぐらいから共演できるのかなっていうところでございましょうか。そうですね。はい、楽しみにしております。すごく夫婦愛も固く仲の良かった夫婦だと聞いておりますので、吉田さんと私とダブルヨーヨーズでですね、日本中にこの愛を振りまいていければというふうに思っております。また2人で町所に来れたらいいですか。そうですね、もうぜひお越しください。それでは大河ドラマ真田丸で信彦を演じる大泉洋さん、そして小松姫を演じる吉田洋さんでした。皆様もう一度拍手を送りください。ありがとうございました。交代いたしますが、
皆さん帰っちゃダメですよ、まだまだ半分続きあるんですから、これから大事な人たち出てきますからね、どうぞこれからの行列もお楽しみにしていただきたいと思います。まだあるんですね。さあ、次の準備はできておりますでしょうか。続いて登場いたします、雪村、真田雪村こと源次郎信繁、大変多難な人生を送ります。真田家が上杉に進出すると謙信のもとで人質として、過ごし、秀吉の時代になると真田家は秀吉に帰属しますので、この時信繁は豊臣氏に人質として送られてまいりました。この時の縁が元で後に大谷行部四の娘を正式に迎えて、天正18年8月小田原征伐の折八と共に従軍、文禄3年15位の下左衛門之助に叙任され豊臣家を返されました。真田源次郎、でございます。源氏はすのは一般候補で参加の飯島源次郎様でございます。飯島源次郎様は本名でいらっしゃいますので、おばさんがだいぶ暴れておりますので、通路の方お気をつけいただきたいと思います。さあ、続いて登場いたしますのは信行信繁の姉、浦松殿でございます。真田昌幸の長女、武田家の家臣小山田重政に嫁ぎました。昌幸より小さかた君村松の所領を与えられ、そこに住んでいたため村松殿と呼ばれました。演じますのは一般公募で大阪府からご参加の石森良子様でございます。さあ、その後ろ、そして登場いたしますのは信行の子、万姫、正姫の姉妹と信繁の正室、竹林院とその子供、青梅姫、あぐり姫でございます。信行と小松殿の娘、長女の万姫は島原藩初代藩主郷力忠久、次女正姫は飯山藩主佐久間勝宗に嫁ぎました。演じましたは一般公募でご参加、万姫、小山いろはさん、正姫、林さやかさんでございます。また信繁の正室、竹林院は大谷義嗣の娘で、真田姫の考案者でもあります。晩年は娘夫婦と京都で暮らしました。演じますのは一般公募で新潟県からご参加の姫和代様でございます。信繁と竹林院の間の子供、あぐり姫、演じますのは一般参加で公募の宮沢香菜さん、それから、青梅姫を演じますのは塩尻市から参加の堀込芽衣香さんでございます。この星はですね、幸せの星と呼ばれておりましてね、この星に乗って、おりますとね、ラッキーなことが起こるというんでね、そういう報告がございますので、いいことがあるといいですね。さあ、これからはいよいよ壮年期の信行、信繁、雪村の登場でございます。最初に登場いたしますのは、二人に大きく関わった戦国大名、徳川家康と徳川家四天王の一人、本多忠勝の登場でございます。徳川家康は第二上田合戦以来、真田家とたびたび関わりがありました。信行の才能を高く評価し、自分に取り込むため、新家の本多忠勝の娘、姫を、自分の養女として信行に目取らせました。はい、徳川家康演じますのは、長野市長加藤久雄様でございます。市長様、今年はもうデコジ御開帳、大変大成功おめでとうございました。来年は、真田丸でございます。長野市上田松城、よろしくお願いをいたします。盛り上げていきたいと思います。よろしくどうぞお願いをいたします。さあ、続きましては、本多忠勝でございます。本多平八郎忠勝と申します。徳川四天王の一人で、その勇猛さにおいて大変抜きんでておりました。関ヶ原の戦いの後、信行の父と弟の除名嘆願が聞き入れられたのも、忠勝の父と言われたためと言われております。利用いたしました、長野商工会議長会と北村正弘様、従いますとも侍は株式会社ステックスの皆様でございます。はい、大筒も一緒にね、通っております。本多忠勝、家康に過ぎたるものが二つあり、からの兜と本多平八と呼ばれました名称でございます。先ほどね、大筒放たれましたですけどね、またどっか町内でもこれ放つんですか、これ放つんですね。はい、お楽しみにしていただきたいと思います。さあ、いよいよ松代藩初代藩主真田信行の登場でございます。
大阪人の味上田藩より松田藩に加藤に封されました。平野の真さんに加藤を譲り一旦は隠居しましたが、真さんが急逝したため2歳の行き道が三代藩主となり、そのために信行が復帰して藩政を取り仕切りました。また幕府内でも信濃の志士として注目を置かれる存在でした。騎乗いたしますのは真田家14代当主真田幸様でございます。ですね、大学で通信の研究をされているということでございます。学者でございます。ゆくゆくはノーベル賞も取っていただきたいと思っております。さあ、野行に入って登場しますが、正室の小松王でございます。関ヶ原の戦いの後、福山に出場した正行信繁、これをたびたび炎上いたしました。ね、大変にあの萌えキャラでございましてね、小松姫歴史好きや人気がございます。起用いたしますのは一般公募でご参加の坂田萌香様でございます。この通り、萌香様でございますね。はい、小松姫はですね、もうあの人気がありますんで、あのキャラクターになってまして、あの松代の松の随所随所でね、小松姫の人形を売っておりますんでね、どうぞ観光でいらっしゃる方はお買い求めいただければと思います。さあ続きましては真田幸村の名で広く知られております真田左衛門佐信繁でございます。九度山蟄居の地大阪方の将兵に応じ上田にいた、九州に立ったともに大阪城に入城いたします。大阪の冬の神社は大阪城三の丸南側に真田丸と呼ばれる出城を続き徳川勢を大いに苦しめたわけでございます。はい、で参りました。真田幸村というふうに言っておりますが、これはあの亡くなってから言われた名前なんだそうでございましてね、生前は信繁というふうに呼ばれておりました。起乗いたしますのは一般公募でご参加の株式会社第一放送企画代表取締役社長宮下光恵様でございます。次に従う真田の上に阿蘇大学中隊は一般公募の皆様でございます。はい、続いて、登場いたしますのは松代藩文部学校武道会の皆様でございます。先ほど二の丸で行われました出陣イベントにおきまして見事な演舞をご披露いただきました。はい、もう大変かっこいい演舞でございましたんでね、ぜひ皆様で一度ね、見ていただきたいと思いますよ。はい、続きまして登場いたしますのは戦国武将憧れ隊の皆様でございます。交代にご参加の皆様、歴史好きの皆様で衣装持ち前で参加してくださいました、皆様ご紹介いたします。愛知県からお越しの久保利也様、埼玉県からお越しの秋池直文様、峰博文様、岩瀬渚穂様、米沢伊吹様、神奈川県からお越しの三山愛子様、綾子様、田上優子様、群馬県からお越しの野村秀夫様、高井義夫様、山梨県からお越しの大塚直樹様、福島市からお越しの三井雄一様、森山康弘様でございます。はい、こういう方で勝ち取りの声を上げていきました。どうぞ至るところでね、ポーズを作ってですね、アピールしていただきたいと思います。何気にまたあのお掃除隊の忍者が通っておりますが、以上行列を紹介してまいりました。真田十万石行列はこれから町内を練り歩きますので、どうぞ引き続きお楽しみいただきたいと思います。ご案内、後半のご案内は開幕して行列でございました。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございます。